はいどうもこんにちは、おもチャンネルンです。さあ今からご覧いただくガチャガチャの映像、今回は大阪駅の上の方にあるトミカショップで回してきました。何を回してきたかというと、皆さん大好きなカプセルプラレールの機関車トーマスシリーズ、今回は岩のボルダーとレスキュー隊編というやつです。さあ果たしていいものが出てきてくれたんでしょうか。それでは見ていきたいと思います。はい、ということで今回は今年始まって一番最初のカプセルプラレールシリーズ、機関車トーマスの岩のボルダーとレスキュー隊編を12回回してきました。今回は欲しかったやつがかなり手に入ったんで良かったです。さあそれでは何が手に入ったのか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあでは僕の中で一番欲しかったやつから見ていきたいと思います。何かと言いますと、これね本当に欲しかったんですぐに出てくれてよかったです。それでは見ていきましょう。あ、その前にまずブックレットを見ておきますね。改めて機関車トーマスのカプセルプラレール岩のボルダーとレスキュー隊編、今回は全18種です。今回もねトーマスをはじめ大人気なキャラクター、そして新しいキャラクターたちがいっぱい勢揃いです。ぜひ一つ目に見ていただくのがこちらですね。もうこれが本当に一番欲しかったです。はい、やりました、フライングスコッツマンです。シールを貼る前はこんな感じになってます。それではシールを貼っていきたいと思います。はい、フライングスコッツマン完成しました。おほー、かっこいいですね。で、今回この登場したフライングスコッツマン、実はゴードンのお兄さんです。よく見たらね、顔とかも似てたりして、あとね、機関車のボディの形状がすごくそっくりなんですね。やっぱりお兄さんゴードンには負けてない迫力があります。いや、出てきてくれてね本当に嬉しかったですね。それでは次のカプセル見ていきましょう。さあ2つ目はフライングスコッツマンはね、実はね今回2組に分かれていて、後ろの貨車は別なんですね。その貨車も今回ゲットすることができました。さあではそちらも見ていきましょう。中身はなんと貨車が2つと、そしてステッカーも2組。まずはシールを貼る前の貨車を見てみましょう。はい、まずは真ん中になる淡水車の方がこんな感じになってます。そしてこちらが交尾車ですね。それではシールを貼っていきたいと思います。シールは2番と3番に分かれてるんで気をつけて貼ってください。まず2番のシールを淡水車に、はい、まず淡水車貼れました。こんな感じですね、かっこよくなりました。続いて3番を交尾車に貼っていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。こちらもかっこよく仕上がりましたね。さあではさっきのフライングスコッツマンと連結させてみましょう。はい、完成しました。おーほー、かっこいいですねフライングスコッツマン。なんと今回は3両編成ですね。これが揃ったのは今回かなり運が良かったです。大事にしていきたいと思います。さあ続いては今回本当に絶対欲しかったコンビがあります。それがこれとこれです。岩山とボルダーですね。今回はねボルダーが出るまで絶対回そうと思って12回目でやっと出ました。それではまずこのボルダーを乗せる岩山から見ていきましょう。ちなみに岩山は今回2つゲットです。
今回この岩山のカプセルはストラクチャーが大掛かりなので大きな球体型になってます。さあでは見ていきましょう。結構部品がたっぷり入ってますね。それでは組み立てていきたいと思います。まずは土台をこんな感じで2組作ります。でその作った土台にこれをそれぞれはめ込んで、あとは上の部分で2つを合体させると、はい、岩山トンネル完成しました。おお、なかなか大きくて立派な岩山トンネル。結構ゴツゴツしててリアルな岩山ですね。で岩山のてっぺん、このへこんだ部分にこのボルダーが乗せれるようになってるんで、後で乗せてみたいと思います。でこの岩山トンネル、レールは付属していないんですが、直線レール1本分の距離ですね。はい、後で走行させてみますけど、イメージはこんな感じです。なかなかかっこいい絵ができますね。それでは続いてボルダーを見ていきましょう。さあ今回ね、このボルダーね、カプセルに入ってなくてこのままの形で出てきました。取り出し口で手を入れた瞬間に来たって思いましたね。はい、では見ていきましょう。なかなかリアルに作られています、ボルダー。ちょっと怖いですね。そして全体的にくるっとこんな感じで、今にもコロコロと転がしそうな球体デザイン。そしてボルダー、今回本当に素敵な作りになっていて、この底の部分にギミックがあって、ひっくり返すと車輪が出てきます。そしてその車輪でなんとレールの上を走行させることができるようになってます。で今回ラインナップされているラスティとこんな感じでアニメの岩のボルダーを再現することができるようになってます。なのでまた今度ラスティで再現してみたいと思います。そして先ほども言った通り岩山トンネルですね、その上にこんな感じで乗せることができるようになってます。おはは、これはなかなか迫力満点のストラクチャーですね。めちゃくちゃ大きいです。ぜひ今回のラインナップでは揃えたいアイテムですね。それでは次のカプセルも見ていきましょう。さあ続いてはおなじみのキャラクター2つゲットしました。その正体はクランキーです。さあでは今回はどんな感じの表情になってるんでしょうか。それでは見ていきましょう。中身はシールと、そしてクランキー。組み立て方はいつもと同じだと思います。まず土台にこれをくっつけて、でこいつもつなげます。で顔のパーツを差し込んで、クレーンの部品も装着。最後にクランキーの名前のシールを左右に2枚貼ってあげると、はい、これでクランキーの完成。じゃあちょっと顔の方を見ていきましょう。おー、今回はね、なんかちょっと驚いた感じで目は下向いてますね。このパターンの顔は僕持ってなかったような気がします。また大事なコレクションが一つ増えました。でクランキーのギミックはおなじみで、この部分が動くのと、あと360度回転できるようになってます。いやー、今回のクランキーもなかなか可愛らしい表情でしたね。それでは次のカプセル行ってみたいと思います。では続いてこれ見ていきましょう。これは貨車なんですけども、1種類あって、顔付きと顔付きでない普通のやつ。さあこれはどちらでしょうか。これは、あ、普通のやつですね。はい、では見ていきましょう。あ、これはね、貨車じゃなくて車両赤車車ですね。で付属のレールは曲線レール。乗ってる荷物はおなじみなんですけど、この車両の方がちょっと特殊な形になってますね。で車両赤車車なんで、その名の通りこのへこみにですね、車輪がはまるようになっていて、他の車両に引っ張ってもらってレスキューごっこができるようになってますね。一瞬ね、貨車で外れかなと思ったんですけど、これはこれで今回必要なアイテムですね。手に入れれてよかったです。それでは次のカプセル行ってみたいと思います。さあ続いてこれも2つ手に入りました。これはね、車庫だと思います。では中の方を開けて確認してみたいと思います。さあどんな感じのやつでしょうかね。部品は結構あるのかな。あ、直線レールが1本付属してますね。組み立てはすごく簡単で、壁のパーツを土台に2つ取り付けて、あとは屋根のパーツを付けるだけで、
はい、これで車庫完成しました。お、このタイプの車庫は手持ちであったかちょっと記憶にはないんですけど、あ、結構可愛らしいですね。これちょっと可愛いんでもう一つ作っちゃいましょう。はい、こんな感じで出来上がりました。おー、結構並べて使うと可愛らしくていいと思います。あと車庫同士はつながるのかな、ちょっと干渉してつながりにくいかも。ちょっとなんとかしてつなげてみたいですね。お、いけた。おお、つなげるとなかなかいい感じになりました。多分ね、これ3つぐらいあったとしたら今回のフライングスコットマンを収納するのにちょうどいい長さになるんじゃないでしょうか。あ、いいですね。これもう一つ欲しいところですね。絵的にめちゃくちゃ可愛らしく出来上がりました。よし、頑張って3つ目も手に入れてみましょう。それでは次のカプセル見ていきたいと思います。さあ、続いてはこれはよくあるやつだと思います。はい、これはね、踏切ゲートです。お、このカラー持っていないかもしれないです。では組み立ててみましょう。組み立てはここをくっつけるだけですね。はい、踏切ゲート完成です。今回ね、色違い品があるみたいなんですけど、出てきたのは土台がグレーでゲートが青色の分ですね。で、ギミックはおなじみですね。車両が通るとこんな感じでゲートが開くようになってます。これもね、何個も出るとねちょっと困っちゃうんですけど、一つくらいはあってもいいストラクチャーですね。それでは次のカプセル見ていきましょう。さあ、続いてはかぶったものを除くとラストになります。これもね、いくつあっても困らないアイテム。はい、マガレールですね。お、このカラーも初めて見ました。さあ、では組み立ては簡単です。行ってみましょう。はい、完成しました。今回は茶系の色が2色構成のマガレールゲットです。一応ね、色違い品がもう一つあるみたいですね。で、このカラーね、初めて手に入れたんですけども、これちょっと岩山と相性良さそうですね。はい、こんな感じで、なんか舗装されていないね、山の道を走ってる感じ、そんな雰囲気が出てなかなか相性はいいと思います。これもなかなかいいアイテムゲットできました。はい、ということで今回は機関車トーマスのカプセルプラレール、岩のボルダーとレスキュー大変を12回回してきた結果、こんな感じの素敵なアイテムたちをゲットしました。いや、今回ね、12回回してそのうち同じのが出たのが3種類で、ラインナップ18種のうち半分の9種を手に入れることができました。これはなかなかいい確率です。しかも今回の目玉のアイテムがほぼ揃ったんで、個人的にはね、かなり運が良かったと思います。まさかこんなね、少ない回数でフライングスコッツマンとボルダーと岩山トンネルのこのコンビ、これが手に入るとは思ってなかったんで、マジで本当に嬉しかったです。一応今回も全種類コンプリートはしたくて、ネットショップでね、コンプセットは買ってるんですけども、もうね、この時点でね、かなり満足してしまいました。まあでもね、紹介しきれてないアイテムがいっぱいあるんで、またそちらが届きましたら紹介させていただきたいと思います。それでは今回はこの辺りで、機関車トーマスのカプセルプラレールのファンの皆様、今年もね、なかなか素晴らしいアイテムたちからのスタートです。また1年を通していっぱい楽しんでいきましょう。皆さんもぜひいいカプセルが出てきますように心からお祈りいたします。それではまたお会いしましょう。おもチャンネルのタルでした。さよなら、バイバイ。